友達の行方がわからなくなった。喪服を貸していて、なかなか返してもらえないまま音信不通に。私も喪服を使う予定があったので、直接自宅アパートに行くと、ご主人が玄関前にいて、インターホンを連打していた。どうしたのか聞くと、怒らせてしまって家に入れてくれなくて、誤解なんだけど浮気した、と思われちゃってね。友達に向かって、私ちゃんが喪服返してって言ってきてるよ。ドア開けて、応答がなく締め出し食らっちゃったみたいだな。ごめんね。喪服返すように僕から言っとくから。とのことで帰ってきたんだが、それから友達は仕事にも行ってないようだし、自宅にいる気配もない。仕方なく彼女の実家に行ったら父親が出て、娘はここにはいないが、連絡はちゃんと取れている。喪服を借りていた件だが、これで買い直してくれないかと言って現金を渡された。結局、期日までに喪服を用意できたので正直。心配だけど親とは連絡取れてるみたいだし、まあいいや、と思っていた。しばらくしてやはり気になり自宅アパートに行ってみるとご主人が出てきて、前回会った時と様子が違い。妻の居場所知っているんだろ、教えろ。かくまってないか？お前の家の中調べされろと怒っている。私は、こっちが居場所知りたいわ。貸したものも返さないで何なの。家ん中見たいなら今すぐらいい。と言ってご主人を連れてきたけど、うちにいないことがわかると。ごめんなさい。失礼なことをしてしまった。なんとお詫びしたらよいかと、さっきとは打って変わって低姿勢に。何もかも衝撃的で、もうよくわからない。友達はどこへ行ったの？事件に巻き込まれてなければいいけど。